うっす、ほら、ほぼ新宿二丁目最強のバルクハガセブンです。こんにちは、キチガイさん。はい、今日は間に合いましたよ。まあこれはルーティン用のあれじゃないですけど、はい、今日はトップサイドデッド、まあ、背中のトレーニングです。めちゃくちゃ珍しい種目やってます。その前に俺のこんにちはキチガイさんももうちょっと広げてくれよ。急にデッドリフトの話とかするんだ。すいません、ませんじゃないよ。はい、じゃあいいっすか、デッドやって説明してお願いします。はい、この種目僕の動画でやるの初めてですね。ねえ、これ種目があんだ。こんな、これは僕が本当に、まあ、バカにするとまではいかないですけど、やってて本当意味があんのかなって思うような種目、うん、ギリギリバカにしたいな。こなんだ、みんなデッドリフト嫌いなんですよ。あ、でこれやってやった気になってるんですよね。まあなんか背中の上背部というか背中の上ら辺を鍛えますっていう種目らしいんですけど、うん、で腰の方には負担かけないで背中を鍛えられるみたいなことを歌ってるんですよね、みんな。うん、でも実際にはサイドデッドリフトをやる用の箱なの、これ下にあるやつ。あ、そうですね。はい、普段だと例えばパワーラックの、についてるセーフティーバーを上げてやるんですけど、膝付近から引き上げるんですけど、うん、なんかこれやっててほぼどこにも効いてないっていう。そうなんだ。うん、下手とかないと思うんですけどね、僕普段出ちゃってるし、うん、よく、まあ、バカにしてないんですよ。バカにはしてないんだ。バカにはしてないんですけど、よくフィジーカーの方々がやってる印象ですね。上背部を鍛えるみたいな。バカにしてないですよ。バカにしてない。バカにしてないですよ。すごいニヤついて言ってそうな気したんだけど、バカにしてない。してないですよ。で、なんか上背部鍛えてますみたいな。で、例え、上背部鍛えてます。そう、バカにしてないんですけど、で、これで、ね、デッドリフト何キロ更新とか言ってる人もいるんですよ。別にバカにしてないですけど。すごいね。まあ、本当に、まあ、あれですけど、うん、一番やっちゃいけないことですよね。その人見てどう思ったの？え、いいんじゃないって。バカにはしてない。よかったわ。うん、でもまあ勘違いしてるなと。それはデッドリフトじゃないよっていう。そう、デッドリフトって例えば1センチ、2センチ、3センチってそんなレベルで高さが変わるともう全然効くところも違うし、効く辛さも違うんですよ。しかも両平の場合ナローだもんね。そうですね、一番距離長いんじゃない。うん、トップサイドデッドってまあワイドスタンスってやる人はいないんですけど、うん、まあ上がんないよねこれワイドでやったらね。そうですね、もう、うん、その位置はもう引き切ってる位置なんで、これすごい。まあ引き上げる両平はもちろんすごいけど、これ木の板でよく耐えられんな、これ。そうなんですよ、これなんか心配だったんですよ。抜けるんじゃないかと思って。ねえ。まあ中は空洞とまでは言わないですけど、まあまあ分厚い、板だったんで、まあさすがに、まあ片側160キロだとしても、これでね、抜けることはないだろうと。天井するときにさ、もう、両腕も、なんか、股間というか、その小豆島というか、小豆島。目立ってしょうがないんだけど、これ。そう。マイク、ピョンって言うんだけど、ちょうどカメラで、あ、ほんとだ、うん、カメラが全然見えなかったけど、あ、やばい、天井に抜けろって出てくるんだよな。そうですよね、うん、そうですよね。まあちょうど当たるんですよ、擦れるというか、うん、うん、まあ、うん、アンモニア一応持ってったんですけど全く効かないですね。トップサイドデッド効かないのにアンモニアすんだ。引く、まあ、やっぱ効かないとはいえ浮かせなきゃいけないじゃないですか。ああ、うん、気合が必要なわけだ。はい、一応まあ嗅いでみて、まあ嗅がなくても弾けたかなって感じ。うん、やばいよこの小豆島の目立ち具合。色も色なんで今日は履いてる。これはもう、まあ場所紹介しますけど、横浜市某所にありますタイガーマスクジム。いきなり某所って言ってんじゃない、紹介しますっつっても。ここは紹介できない、一応。あ、そうなの。はい、
ググったら一撃出てきそうな感じするけど。そうですよね。ここ太田忍さんとか来てたらしいですよ。そう、なんか普通に柔術を練習することもできるし、リングもあるんで、まあ、格闘家の方とか、本当に普通の一般人の人は来れないっぽいですけどね、関係者とか知人とかじゃなきゃ。360ってすごいな。いやでも聞いてないのかもしれないけど、これ上に上げるだけですごいことなんじゃないの。これしかもバーが、バーが柔らかいんですよこれ。いや小豆島の話広げろ。小豆島いいんですよ。広告つく、もうそういうのめんどくさいから、本当にもう広告とか、もう遠回しに言うのめんどくさいんですよ。何を？え？小豆島とか。いいっすか？バー柔らかいんだ。バー柔らかい。はい、柔らかいんですよ。もう可動域5センチぐらいじゃないかっていうレベルですよね。やる意味ないし、これやんない方がいい。ね、うん、ただプレッシャーくらいカメラ入れちゃってんじゃん。そうですよ、360っすよ。もうね、けどこれ、プレートつける方が大変なんで、これはもうあんまりやらなくていいんじゃないかなと思います。もはやついてないしね、この青いやつとかね。そうですね。はい。で、うん、まあなんか普通の種目もやんなきゃなっていうことで、ラットプルダウンですね。はい。どっちかこの、この機械の前にあるあの、なんかコーラの瓶の蓋みたいな注意書きの方が結構これ面白いんだけど。そうっす。からやめてね。どういう意味かわかんないですけど、まあそんな感じだけどね。体勢が体勢ですよね。これもう僕のカメラが邪魔で見えてないんですけど、うん、ああそう、そうそうそう、このタイガーマスクジムヴィンテージ品半端ないんですよ。あ、そうなんだ。はい、確か前の動画でも触れたと思うんですけど、アントニオ猪木さんの直筆の書とか、あとこのちょっと今映ってないんですけど、うん、壁にそのダルビッシュ有さんの、うん、あ、有選手の、うん、ユニフォーム、マジで、あるんですよ。あ、やべ、タメ語の話だったみたいな感じになってる。ユニフォーム、ね、やばくないですか？有選手？有選手の。有選手の何が見たの？ユニフォームですね。イチローさんと対戦した時のユニフォーム、本物のユニフォームが。飾ってあったり、あれじゃない、シングレットとか飾ってもらったらじゃん。まあ、もうちょっと流し入れてからじゃないですか。ハガセブンさんのシングレットってみんなから言われるように。そうですね。まだ誰こいつみたいな感じだと思うんで。完全にそうなっちゃうね、今だとね。そうですね。今だと。ググってみたらなんか、うん、路上でめっちゃシングレットで暴れ散らかしてる本の人出てきちゃったみたいな感じになったんだよ。そうですよ。最近ちょっと。ね、そんな感じなんで。いいと思うよ。ほら見てください、これ左側に絵とか飾ってあるんですよ。いや、さっきジョーカーとかって話したじゃん。あれしましたっけ。だよ、何も聞こえてなかった。流れでダルビッシュ選手の話をしたじゃん。目の前にあるなんかそのキャップの話かと思ってました。その話の後したけど、ジョーカーの。もう解説に必死になるとですね、もう全く入ってきてないですね、うん。今のところ解説らしい解説はないけど。そうですね。必死になるっていうかな。まあこれラットプルダウンで、これマググリップっていうんですよ、今使ってるアタッチメント、もう握ってとりあえず腕を曲げるだけで背中の筋肉に入りますよみたいな、すごい優れたアタッチメントで、はい、まあ、どこに効いてるかっていうと、背中全体。めっちゃざっくりだな。やっぱ解説に集中しちゃうとな、ちょっとざっくりになりがちだよね。そうですね。本当はね、筋肉の名前とか知ってるんだろうけど。5個ぐらいしか分かんないですね。結構分かってんの、あれ、体全体の筋肉でってことだ。そうです。あれ、終わりっすかこれ。もう終了。もう終わりっすかこれ。もう終わり。この後にもたくさん種目あるんですけど、その動画は次回にってことですね。そうだね。まあ、でもこの後一種目しかないけどな。そうですね。タイヤをもう繰り返すだけの。うん。まあそれすごい面白いんで。そうなんだ。はい。ストロングマンっていうね。競技に近い。剣道やつ。はい。そういう競技に近いトレーニングですかね。はいはいはい。じゃあ。
はい、この動画が良ければみたいなやつとか。じゃあこの動画が良ければ高評価、あとチャンネル登録よろしくお願いします。はい、でコメントもねぜひ残して帰ってください。コメントをね、僕読んでますんですごい励みになってます。はい、動画上げ続ける、意欲だったりそういうのにもつながってるんで、ぜひ皆さんのね応援メッセージいただければと思います。で、概要欄に、ハガティだったり、LINE スタンプの情報も載ってますんで、そちらのチェックもよろしくお願いします。ということで、この動画の中で一番チャンネル解説したんじゃないかな確かに何の解説もしてないですよね。どこに聞くとか、ね、ビンテージが多いしか俺情報ないもんね、この動画見てじゃあちょっと最後に一言お願いします。はい、はい、じゃあジム行く OK。